韓国検察から懲役25年の懲役刑と罰金1185億ウォンを求刑された蔡淳誠被告の弁護人イ・ギョンジェ弁護士が、求刑に特別な意味はない。単純な数字と考えると述べた。イ弁護士はソウル中央地裁刑事合意に12部審理で14日に開かれた蔡被告の決審公判後、記者団に向けて、 無期刑否中には意味があるが、数字自体には特別な意味はないとしてこのように明かした。また、休憩に対して被告人の立場では特別な意味はないとし、控訴事実がどの程度認められるのか、それだけに意味を付与していると説明した。検察の捜査が歪曲されたという再被告側の主張については、 捜査の問題点は適当な機会に人権問題として国連人権理事会に持っていくため準備すると明かした。なお、宣告期日は来年1月26日となる。